虎の柄の、うん、未だにそれを作ってらっしゃるんですよネパールの方がで輸入してる人がいて、うん、M と L が実際に買えるぐらいの値段なんですよそれでめっちゃ悩んだんですけどこの番組は有料配信であることを隠れ蓑にした公共性は低く聞く人を選ぶけどその人たちの生活に欠かせないトーク番組です こんにちはニューヤングです神谷ひとです沖谷ゆりょうたろですカイ伝デンのモノマネうまいちょっとやばいですね今さらそんな公表しちゃいけないっすねうちの偉いさんですからそうだよしかも公開中だったねククルスドアンやってんのにカイ伝デンのモノマネうまい言うてるからねあれあかんですよ実際上手ですからいやいやそんなうまないよ上手だよそんなだって やばいっすよそんなん言うたら<や>「見張るう」でて言うたら「見張るう」って言この歌小野坂くんさ「僕のモノマネうまいんだって」って言い出したらもう,もうめちゃくちゃ怖いっすよ俺事務所で今無用で <laughs> 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 これもう見るよ、ね、いやいやもうめっちゃヤバいっすわ怖い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 、えー、あかん絶対あかん絶対あかん <laughs> ネットに精通していらっしゃいますから あちこちアンテナ張ってらっしゃるよね。んでも知ってらっしゃいますもんね。すごいですよ、本当に。いや、もう。いつか見られますよ。上手だね、やつ。ダメだめ絶対上、上手だって言われた余計やばいですよ。怖い、怖い、もう。さあ、ここまでカットしといて。最近、なんか高い買い物した。何、その話題ね。 ないよもうそんなないのないだろライドンいや僕僕は最近あのペルシャ絨毯ペルシャ絨毯って前言ってたじゃないですかまさかペルシャ絨毯はやっぱりあの永遠の夢なんですよいっちゃうんかいチベタンタイガーねチベタンタイガーチベタンタイガーを買いました本物をチベタンタイガーって何ですか 多分それはかんじゃダメだな3年後ぐらい俺死んでるよねよ家で <laughs> みたいなチベタンタイガーはあのネパール,パールチベットで作られているペルシャ絨毯のような、はいうん、えっと一人の方が一つの作品をずっと作って、うん、大体まあ1か月ぐらいで1個できるかなみたいなペルシャ絨毯って5年ぐらいかかるんですよ1枚作るのに。 だからめちゃくちゃゃく高いんですその人の人人生勝ってるからチベタンタイガーはその高層、うん、ネパールの高層の人があの引くことを許されている虎柄のそう、ね、の漁、うん、ので普通の人はあの絨毯を敷いてその上に座禅を組んでらっしゃるんですけど高層だけがそのおしゃれなんでしょうねちょっとやっぱりおしゃれにするために虎、うん、の ほんまのたたかったんでしょうね、うん、でもそれやっぱりセッションになっちゃうので、うん、虎の柄の折<う>っ,った絨毯<ー>まあそれは寄付されたものなんでしょうけどね、うん、それを敷いてらっしゃるっていうことであの虎の柄のいま、うん、だにそれを作ってらっしゃるんですネパールの方が。うん、であのアマゾンとかで。 チベタンタイガーって探すと,<う>えとめっちゃ安い値段で、うん、あの機械寄りの、うん、ただ単な普通のなんか玄関マットみたいな絨毯出てくるんですけどそうじゃなくて本当にネパールが取り寄せてるシルク織りの<ー>もうあのえー、っとまあいわゆるペルシャ絨毯の虎柄があるんですよ。<ー>それを欲しくて、うん、えっと。 LXLLL っていうのから S まであるんですね、うん、でえー、っと<ー> M と L が実際に買えるぐらいの値段なんですよ、うん、上限ギリギリぐらいの、うん、それでめっちゃ悩んだんですけど M を買ってしまったんですよたら<ー>したらしたろ L と よー考えたら3万円しか違わないんですよ、うん、ごめんなさい大きさとあと値段がわからんはい <coughs> こんぐらいの156やったかな M やったら156とかと180何本やな,なんですよ<れ> M と L の違いど,どこに置くのあえー、っとソファーの下とか足元<分>、はああー下ね、うん、あーの 皆さんどう考えてるか知らないですけどあのベーンのこうやってるとここう座んないですよ足元とかに置く、えー、と足の裏が気持ちにいいなったやつですでソファーとかにかけたりするのかなそんなじゃないです大きさ的にもできそうじゃないですか <laughs> なんかあのバカの人のお家じゃないんで違うのう <laughs> <laughs> でこれもペルシャ絨毯と同じであの上質な、えー、っとウールの絨毯ともっと発色がいい、えー、っとシルクでできてるのと2種類あるんですよ。<ー>でやっぱりシルクの方がちょっと高いんですけどあのやっぱ僕歩いたことあるんですけど、はい、やっぱりシルクの方があの,足の裏に当たる感じめちゃくちゃ気持ちいいんですよ。うん、で色がものすごく綺麗に出るんですよシルクって。んで目が細かかいのであの柄とかも 全部すすごいくっききり出るののででシルクの方が好きなんですよだからシルク買っちゃったんですけど、うん、いやそれで1人1つずつ作ってるからもう売れたらソールドアウトになっちゃうのね、はい、だから1つずつしかないんですよ、うん、で色とかも今出てるのしかないんですよで黄色めっちゃ売れんですよほんまのタイガーの色 <laughs> でブルーとか白とか <laughs> ブルー ブルータイガーとかグレータイガーとかあるんだけど、あのー、あで顔が折る人によってめっちゃ可愛いやつとかすごいまぬけなやつとか基本顔はちょっとディフォルメされてますもんねそう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 牙がこうちゃんとあってみたいな、うん、それなんですけどその黄色出たらもうすぐ買わないともうないんですよ出る<ー>もう一個だけ出てて <laughs> M 買っちゃったんだ3万の違いなのにバカみたいにで L 買っときゃよかったと思ってで,で,で M が10万円 L が13万円うん XL とかになると38万とかへえすごく変わりますね,ね XL はねもう本当に人がベロンって寝れる6畳ぐらいの6畳もないか4畳半ぐらいかなぐらいのカーペットってうんですけど うん超かっこもう折りがすごいんですよとにかく緻密でただちっちゃすぎて使いみしない使いみしないだから言ったじゃん何に使うのってそんな1 5 0ンチのねこれを玄関マットだよねなん,なんで言うてくれへんかったの玄関マットにしては形がいびつなので置けないんですよ,よ、ね、壁にこうグニャってなっちゃうゴーっ,、ね、ってなっちゃうから <laughs> センチととちょょっででかいでしょ玄関マット <laughs> はい玄関マットだって70だったら玄関マットだねうん <S, S とかだったら玄関マットでいけるのかもしれないうんただこう触ってめっちゃ癒されんのでその足元に置いといて、うん、えと触る分にはすげえ気持ちいいです じゃあもほんとあれだよねさっきオッキーが言ったみたいにさソファーのところにこうかけてさバカなやつの使い方するしかない,、ね、いバカなやつの使い方しようかなじゃあ、うん、ソファーとかゲーミングチェアとかありますいやないですそ,それに類する椅子は椅子はあります<え>それにガウオッキーんちゲーミングチェアあるのな,るないよ <laughs> これ以上まだ物があって思っちゃったもの <laughs> はいっぱいあるけどあるんだ財須 <laughs> あるんでしょ, <laughs> で,しょでも財須財須みたいなのない そっけわかんないないかなないかなって何ヨギボーは奥さんが使ってますけどあの一番大きいやつ四角いやつ四角丸いやつ四角わかんないよ。うちあのメール来てるよ抱きますクらいで2かしず夏井さんから来てますよさて先日博多駅付近でかいえ博多 駅付近を買い物でうろうろしておりましたところうん、うん、かなり巨大な荷物を抱えた男性が横断歩道を多少おぼつかない足取りで渡っているのが見えました街中で見かけるにはやや特大で、うん、しかも透明、えー、袋に入っていた品でしたので、うん、とてもよく見え <laughs> ついン見してしまいました。<laughs> ぎ棒ブランドの品のようでしたので <laughs> ちょっと調べてみたところヨギボーサポートという U 字型のクッションというには<ー>そこそこ巨大サイズのクッションかと思われましたあーこれのやつか、えー、サイズも、えー、最大確証は9 0ンチほどあり、うん、厚みも全体的にあって重さも2 5キロで、うん、何より驚いたのが、うん、7月11日公新聞のおしゃごは オープニングで小野坂さんが今さらこの番組のテーマソングの歌詞のやばさに気が付きます。いました 使い道はないそうですヨギボウを買った人を見たというメールから小野坂さんが成人式の日にしたバカみたいな行動について話してくれますその後神谷くんが若い頃にしたバカみたいな行動について話してくれますオッケーアンサーでは最強ジャンプキャラを決めますなぜか銀河とマジンガーセットに肩入れし,している人がいますクマがすごいんですよね <laughs> <laughs>、えー、一生、えー、一,一生に一,一生一品しか食べられないなら何を食べるという話から また今回も小野坂さんのバカみたいな食生活について話しています,す、ねえー、小野坂さんが最近ダイエットジムから届いた冷凍食品に対して変なことを言いますキャ売人は飲みます新一般常識クイズでは問題の難易度が高すぎて小野坂さんが切れます <laughs> やったかやってないかでモめました簡単な送ってこいよ <laughs> やればよかったのに <laughs>